はい、どうもこんにちは、こんばんは、岡原でございます。ということで今回はですね、改めまして最近アップデートされて、強くなったこちらのベスパーちゃん使っていきたいと思います。でこちらのベスパー何が強なったって、ですねこんな感じでね、あまりブレンくなったんだよね。少し前のベスパーはかなりね、ジャジャ馬で大暴れしとって、ちょっとでも距離離れちゃうと本当にガツンとね反動きて、なかなかあの当てづらい武器だったんですけど、今回ねかなり本当かなりね当てやすい武器になりましたってことでね、早速ちょっと使っていきたいなっていうふうに思っております。どっちから来るかな、スナイパーさんが右建物に見てるんだよね。結構ね奥の方ね、待ちがちの、人ですけど、あ、いたちょっと待てよ、なんかリスイッチ逆になってるっぽい。ちょっと当てて、あとは味方に任そう、かましていく。おっとあ、ナイファーさんもいるんだね。近距離と、ちょっと待てよ、いたよ今。近距離と遠距離ね、どちらも特化しているっていうことで、かましていく。いいね。さあ、溶けるのが早いからサクサクっていけるね。しかも、リコイル制御が、あまり必要がない。必要がないってわけじゃないんだけど、反動が少なくなってる。うお、すげえ今、交通事故。すげえ交通事故だな。いたいたいた。かまして痛い。しかし、おっと、グレネード当たって、で、さっきいたよな、なんか。さあ、壁を走っていく。かましていきたいが、クソエイムを発動していく、ここで。なかなか、飛びながらの、エイムが難しいんだよな。さあ、行きましょう。さあ、こっちの方から、さあ、どこにいる？いたぞ。警告ゾーンに入ってしまった。さあ、岡原、この建物の中に逃げます。さあ、いた？今。高ましていく、いいですね。でテンペストが溜まったってことでテンペスト展開させていきましょう。ナイス、カット、かましていく。でからの、もう当たらんかった。おっとおっしゃ、おっしゃ、来た、へい。なかなか厳しいなあれ。さあリロードかまして、さあいたぞ今、いたけどナイス味方、かましていく。オッケー。で敵さんはどっかから見ている。かましていきたいが、うまい、うまくね。あ、しかも ELO サイトでパシュン。お、すげえな、よう狙えるな。さあ大丈夫か、味方がちょっと押され気味って感じなんですけど、前線がね下がっているって感じで。さあいたぞ今。さあどうかな、どう来るかな、大丈夫かな。さあ見ている。さあ少し当てて、あ、いたぞ、なんか走ってたぞ今、ナイファーだあれ、フィルファイヤー。さあ味方の前線が、さあここに隠れて、ちょっと怪しいね、ちょっとやばいねこれ。味方がちょっと前線上げてくれるの待ちましょう。一人でもちょっと切り込み隊長行ってくれると助かるんだが、やられていく、よろしくない展開。カットしていく。さあさーっとこっち行って、さあ味方ちょっと見てもらおう。その見てもらってる間に、なんかいたんだが、カットしていく、腰打ち。さあ、安定感抜群ですね、今回のベスパーさん。かましていきたいところなんだが、かましていく、ギリギリ。さあ、ここでもかましていく、いいですね。なんかスナイパーの音が聞こえたわけなんだが、これはさすがに厳しいですね。さあ、ここのど真ん中に入れちゃったわけなんだが、よいしょい。さあ、ごめんね。逃げます。あ、いやお。まあ、いいでしょう。まだね、テンペスト展開してなかったっていうことで、危ない。なんか出たよな今。かましていきたいところだが、ヘッドショットをかまされる。 UAV でしっかり落としていこうぜ。ニュークタウンだからってね、そういうのを男とかにするのは良くないから。わあ、もうなんだこの ELO 使いのねスナイパー、えぐいやないかっていうことで。んと、かましていく、よし。さあ1枚いたぞ。あ、いたよな、絶対いたよな、近くに絶対いると思うんだけど。さあこっちから湧いてね、あれ、わあ、 HXD かましていく。いやー流れが悪いよこれ、1点負けている。ナイスカット。さあスナイパーがかましていきたいところだが、ハンドガンがいるとはちょっと聞いておらへん。さあこっち湧いてるよ、味方湧いてる。いない、絶対いると思うんだけど、いないな。さあ敵のリスイッチ完全変わった模様。かましていく、ナイス、かましていく、ナイス、オッケー、ナイス。ち
味方に任せてばっかなんだが、さあかましていく。んでここから入っていた。サプレッサーのかましていきたいが、ちょっと当てるだけ。あーもうエイムが合わない。敵さん慎重すぎる、慎重すぎる、もっと動いていこうぜとか言いたいんですけど、かましていく、危ない、ラスキルにはなりませんよってことで、コット、おまさかの勝ちか。すっごい接戦しとったね今回も。ってことでラスキル見ていきましょう。さあ生まれまして、奥原多分右の方で暴れてますね。んでもって3点バーストの XR2 をパシュコンパシュコンで、いいね、壁走りしながらのボールランしながらの XR2 ってことで、いいエイム。ってことで今回成績性能ドンって感じで20キル12です。キルが 1.67 のアシスト3っていうことでね、まあ2位でございますけど、まあまあいいでしょう。キルレの方はね、チーム内1位っていうことで、うん、なかなかのね、相手さんのスナイパーのスキルが、スキルじゃねえな、スナイパーの技量がなかなかすごかったね。 ELO サイトであれだけ当てれるっていうことはもうすごいね、スナイパーのすご腕まで行くか分かんないんですけど、今回こんな感じで終わってまいりました。ご視聴ねどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、よかったらよろしくお願いいたします。ってことで、お顔つ、またね。